シーンの相手役キラーの信号範囲内にいると発動可能なパーク、キラーを目視すると効果が発動し、叫び声を上げてキラーのオーラが5秒間見えるようになる。38人目のサバイバーニコラスケイジのパーク、劇作法予想外の展開の例に漏れず癖の強いオーラ化しパーク。面白いのはここからで、叫んだ後に追加で叫ぶ抽選が行われており、それに当選すると再び叫んでオーラ化し時間が2秒延長される。そしてさらに叫んだ後に追加で叫ぶ抽選が行われ、さらに叫んだ後に追加で叫ぶ抽選が行われる。詰まるところ一生叫び続ける可能性があるのだ。100回叫んで200秒オーラ化しなんてカオス空間はちょっと見てみたい気もするので、これがバグの類でなく上限回数が設定されていないことを祈りたい。なお発動後は60秒のクールタイムがある。ツッコミどころは多すぎるが効果はシンプル。発動タイミングは選びづらいが、チェイスのサポートになったり、叫ぶことで存在をバラしてタゲ取りしたり、そこからオーラ化しを生かして隠密したりなんて動きも強そうだ。自分の推しキャラを叫ばせたり、マッチ中の叫び回数を競って友達と遊んだり、実戦以外の用途にも。なお物陰から飛び出て颯爽とライト救助を狙うのはやめておいた方がいい。文字通り頭を抱える結果になるだろう。